三代目、実家は炎尺1月13日から1991年5月14日は、歌舞伎役者。本名は、天星正蔵。矢号は、河内屋。縄文は重ねいずつ、替え門は五つ仮金。舞踊の名取は、藤間貫太郎。拝名は、聖岩、正砂顎のしゃくれた、鼻の高い古風なマスクで、立役から、ふけ役、敵役、老女系。 舞踊と何でもこなし、髪型と江戸歌舞伎にも通じる器用さを持ち合わせていた。合法で遠腹家の父と違い、線は細く恋もかすれ気味でありし生活も、近言実直であまり思い役を与えられることがなかったがそれでも文句一つ言わずにきちんと演じていた。温厚で宙乗りの際裏方がミスをしても叱ることなく、あかんやないかと優しく注意するだけで平然していた。 古典では、老門五十三りの五右衛門、岩の頼りの五郎七、伊賀越道中ス五六、沼津の平作、夏祭りな庭館の段七、吉平寺、新中宵行進の半兵、赤屋ごと関の岩永、金本中心蔵、六段目の寛平、二人夕霧の伊沢衛門、五章桜堀川与ち、弁慶上司の弁慶。新作では、剣信の歌れの達寺、 柳影さほたるびの柳沢吉康。その他、鏡山の岩藤、菅原伝授手習い館同名寺の各樹などのお山、老女型も、得意とした。舞踊では、落ちうど、団子うり、あやつり三番層などが当たり役。また、髪型に伝わる、ケレンゲーも得意で、恋つかみ、乳房絵の木、くずかごぬけのごえもん、つね千本桜のとももり、 ゴンタ、キツネ中心の三役などを演じていたが、これらの所作と技巧は、後の猿之助歌舞伎によって受け継がれることになった。実力がありながら、上方歌舞伎の長楽期にあり、さらには東京歌舞伎との不協和もあって、相応の評価が得られないまま死去してしまった。晩年は病気がちで、舞台に立つことも少なく、 たまに出ても声がかすれたり、セリフを忘れて絶句するなど、不遇な状態であった。さらにはその死さえ、死柄木高原鉄道衝突事故、安倍慎太郎、元外相の帰徳、さらに横綱、千代の富士の引退、といった大ニュースに重なり、翌日の長官の訃報は、社会面の片隅に埋没する形となったデコの点に、触れている。実施がなく、弟子、また、 後代の役者に次ぐ者が現れなかったこと、また遺言で、縁弱の名を止めなとすると公言していることもあり、死後現在に至るまで縁弱の名跡を継いだ者はいない。実川縁二郎時代、三島幸雄原作、演出の、娘子好みおびとりの池11月3日から27日、東京、歌舞伎座初公演に、六代目、中村歌右衛門、二代目、市川縁之助。 八代目市川八百ゾーラと共に出演。国立劇場上階ロビーに展示されていた様の助は彼がモデルである。ありがとうございます。